です。来年の G7 広島サミットまであと7ヶ月です。今回はメイン会場になると見込まれる現地周辺を徹底取材、そして警備の指揮を執る県警本部長に話を聞きました。来年5月、広島で開催される G7 サミットまで残り7ヶ月。県警史上最大の警備体制で臨むことになります。その陣頭指揮を取ることになるのが、今年8月、新たに県警本部長に就任した森本義之警視官、54歳。広島市西区出身で、高校まで広島に。広島学院では登山部に所属していたといいます。古江の丘の上からですね、いつも広島の街並みですとか、あるいはこう瀬戸内海の風景を眺めて、大変美しい景色に心癒されたり、悩み事を抱えている時にそれを見て癒されたりですね。実は本部長、サミット警備のエキスパート。2016年に行われた伊勢志摩サミットでは、当時三重県警本部長として指揮を取りました。さらに東京オリンピック・パラリンピックでは警視庁の警備部長として携わってきました。今年7月には安倍元総理大臣が選挙の応援演説中に銃撃され亡くなるという事件が発生。警備を取り巻く状況が変わりつつある中で、来年のサミットを迎えることになります。大変厳しい警備情勢の下で、要人の安全をしっかり確保して、またテロなどの危険から、県民を守るという大変重い責務となります。来年のサミットの舞台となるのは生まれ育った地元広島。会場は南区の宇品島にあるホテルが有力視されています。なぜこの場所が候補となっているのか、そして警備のポイントは。本部長のインタビューと現地取材から見えてきたこととは。広島港の東側に位置する宇品島。島の周囲はおよそ3キロ。半分以上原生林が生い茂る自然豊かな場所で、国立公園にも指定されています。市内中心部からも近く、島内にはおよそ1500人が住んでいます。この場所がなぜ会場の最有力候補になっているのかというと、候補地となっているグランドプリンスホテルはこの先にあります。そこに行くにはこの一本道を通らなければなりません。陸路で行くには短い橋がかかるこの一本道が唯一の出入り口となっています。賢島と海に囲まれていると、島であるという点ではよく似た点がありまして、そういった点では、伊勢志摩サミットの時も同様であったんですが、海上保安庁さんなどと連携をして、しっかり、海からの、脅威についても、備えていく必要があると。前回の伊勢志摩サミットのメイン会場となった賢島、候補地に挙げられる宇品島と比べてみると、賢島は橋が一つ多く、二つの橋でつながっています。当時、警備のため、橋は封鎖されたということです。前回日本でサミットが行われた2016年には、こちらのグランドプリンスホテル広島が外相会合の場となったんです。伊勢志摩サミットの G7 外相会合には、当時外務大臣だった岸田総理も参加。各国の首脳が集うサミットの会合も行われ、実績も十分です。一方、地元住民の反応は様々。2016年の外相会合の時には住民らに通行許可証が配布され、入島の際には検問が実施されたといいます。多少不便なところがあるんだけど、こういうあれだから警備もやっぱり厳しくやられると致し方ない。解散されるのは本当に成功の、
やっていただきたいと思ってます。今回はちょっとレベルがちょっと違うかなというところで心配ももちろんしています。美しい街、安全な街に来ていただいて、当時ながら世界に発信をできればなと。2016年の外相会合では各国の外相らが厳島神社のある宮島や平和公園を訪れました。今回も訪問する可能性がある一方で各国首脳、賢島を出て伊勢神宮などにですね、こう頻繁に行き来があったということで、賢島と伊勢神宮の間も車で約1時間かかるという、相当な距離に及びました。長時間にわたる移動は警備のみならず周辺住民や交通への影響が考えられます。県や広島市などによる誘致計画案によると各国首脳らの宿舎の候補地となっているのは広島市内の中心部ばかり。サミット開催時には伊勢島サミットの時よりも大規模な交通規制などが行われる見込みです。世界が注目するイベントでありまして、国の威信がかかった警備だと認識しています。最新熟慮の計画、警備計画を作り上げ、さらには訓練を積み重ねて対処力を強化することで警備を完遂してまいりたいと思っています。警備を取り巻く環境が変わる中で迎える来年の G7 広島サミット。平和のメッセージを広島から発信するためには無事に開催されることが前提条件となります。サミット成功へ、今回はくしくも地元出身の県警本部長が警備の指揮にあたり、日本そして各国の要人の安全を守ることになります。私のやはりこの、親族に被爆されたという方もやはりおられまして、そういった方の話などは、時々父や母から聞くことはございました。自分としても、原爆に関する、いろんな、教育ですとか受けてまいりましたし、私自身としても思い入れがあるものとなっております。最後に県警本部長にサミットへの思いを綴ってもらいました。万全警備でおもてなしと書かせていただきました。サミットの成功を私も広島出身者、広島市民、県民として強く願っております。でその成功の土台である安全を、警察といたしましては提供するという形で、サミットの成功に向けてホスピタリティ、おもてなしの気持ちを発揮してまいりたいというふうに考えて、このように書かせていただきました。各国の首脳がね集まりますからね、松本さん、プレッシャーも大きいでしょうね。いやでも広島出身でいらっしゃって、前回の伊勢島サミットでもね指揮をされてたということですけれども、前回の伊勢島サミットの後ですね、オバマ大統領が現職の大統領で初めて広島を訪れるということがありましたもんね。またG7 がね広島に集まることでまた平和への一歩前進があるといいなと思いますよね。そうですね。サミット開催期間中はこれまでにない大規模な交通規制が行われることも想定されていますが、県警本部長がおっしゃっていたのは県民の皆様にぜひ協力をお願いしたいということなんです。サミット成功へ県民みんなで支えていきたいですね。そうですね。G7 広島サミットまであと7ヶ月です。今後も毎月特集をお送りしていきます。